はた。はた、紀元前778年紀元前206年は、中国の王朝。終代、春秋時代、戦国時代にわたって存在し、紀元前221年にしたが、紀元前206年に滅亡した。統一から滅亡までの期間、紀元前221年紀元前206年を、新朝、新代と呼ぶ。国政の本政は、 主はは統一時の首都は関陽紀元前900年頃に、州の皇王に仕えていたが、馬の生産を行い、功績を上げたので、永の姓を賜り、大部となり、旗の地に領地をもらったのが、親友、現在の甘粛小カルガンガー海賊自治権であったという。伝説上では、衛星は帝、春の新白駅が賜ったとされている。 それ以前の英氏は炉に居住していたとされる。紀元前822年に、将校が西水、現在の先制将備権の大部になった。紀元前770年に、州が拳銃に追われて当選した際に、旗の創始者となる上校は、州の平王を護衛した校で、州の旧地である木に封じられ、これ以降諸公の列に加わる。紀元前762年に、 旗が最初に起こった場所は、犬級、現在の甘宿奨励圏であったらしく、旗の祖の領母と目されるものがこの地で見つかっている。春秋時代に入ると同時に諸行になった旗だが、中原諸国からは野蛮であると下げ住まれていた。代々の信仰は主に政獣と構想しながら、領土を広げつつ、法律の整備などを行って、国を形作っていった。 紀元前714年には、平洋へ戦都、紀元前677年には首都を、洋上、現在の先制省法省県南東に置いた。旧代牧校は百里、京などの他国出身者を積極的に登用し、巧みな人遣いと真偽を守る姿勢で政治を大きく、打って、政治の覇者となり、周辺の小国を合併して、領土を広げ、 隣の多くに進むにも匹敵する国力をつけた。進むが力によるで混乱すると、恵光を擁立するが、恵光は敗信を繰り返したので、これを半元の地で撃破した半元の戦い。さらに恵光が死んだ後に、恵光の兄、長寿を進むに入れて即位させた。この長寿が、真の名君、文皇となり、その地生時には進むにやや押され、偽みになった、方。 我の戦い。紀元前628年の文孔史後、再び進むススを撃破して、領土を奪い取った。これらの業績により、牧校は春秋古派の一人に数えられる。紀元前621年、牧校が死んだ時に177名の家臣たちが、巡視し、名君と人材を一度に失った旗は勢いを失い、領土は縮小した。戦国時代には、 七尾の一つに数えられる。隣国の進むは、内部での権力争いの末に、藩、義、長の三国に分裂した。このうちの義が、戦国初期には文皇により、強制となり、旗は義により圧迫を受け、領土を奪われる。紀元前383年、健皇は歴用、現在の先制小制安支援領国遷とした。 この状況に憤慨した二十五代高校は広く人材を求め体制を挽回することのできる策を求めた。これに応じたのが昭王である。昭王は行政制度の改革、十五世の採用などを行い旗を強力な中央集権体制に変えた詳細は昭王の功を参照。この昭王の返法運動に始まる真の法治主義により国内の生産力、 軍事力を高め徐々に他の六国を圧倒していった。紀元前三百五十年に、慶応、現在の先生省慶応県付近に、縄文、宮殿、庭園を造営して戦都し、都の名を寛容と改めた。その後、高校のこの慶文王が紀元前三百二十四年に王を名乗る。強制となった旗を恐れた、藩、蝶、儀、炎、聖の五カ国連合軍が攻めてきたが、 大地里室がこれを破った。紀元前316年に、慶文王は、現在の四川省を占領し、この地の開発を行ったことで、さらに生産力を上げ、長江の上流域を抑えたことで諏訪江に対して、長江を使った進撃が行えるようになり、圧倒的に有利な立場に立った。さらに謀略に長けた長儀を登用して、諏訪江を引きずり回して、戦争で撃破し、間の戦い、 その海王を捉えることに成功する。この強制に恐れをなした義と漢の王トールをそれぞれ、御者と倍上にするほどにまで屈服させた。だが、慶文王のこの武王との確執により、長義が義に亡命、さらに漢との戦いで、多くの兵を失った上に自身突如自己死し、後継者争いが起きてしまい戦力が後退してしまう。紀元前298年、西の最小、 毛将軍君が、藩、義との連合軍を組織し、お統水として、真に進攻した。旗が、藩古関に追い詰められると、蝶、僧も加わり五国連合軍となったため、旗は使者を送って、講和を求めた。この後、東では政が浸透し、僧を併合するなど、周辺諸国を圧迫していった。紀元前288年には、伝一都市の王が、 東御門、旗が、西御門と名乗るとした。この案は聖がすぐに帝国を取りやめたので、旗も取りやめざるを得なかったが、この時期は、西の旗、東の才のに強国時代を作っていた。しかしイは強制を警戒された上に、周辺諸国から恨みを買い、孟将軍が義へ逃亡すると、縁の学期が指揮する五国連合軍により、首都臨氏が陥落。才は、 亡国寸前まで追い詰められ、東の際、西の旗の二強国時代から新一強時代へと移行した。慶文王の子で、武王の異母帝の将、女王の時代に、最初、義と白騎将軍の活躍により、幾度となく勝利を収める。その時、義より亡命してきた藩将を登用した明女王は、その提言を次々と採用した。まず、義や、 親族の権力があまりにも大きくなっている現状を指摘され、ギラを退ける信言を受け入れた。次に、藩書から信言されたのが有名な遠行金工作である。それまで近くの藩、ギを引き連れて、遠くの際との戦いを行っていたのだが、これでは勝利しても得られるのは、遠くの土地になり、守るのが難しくなってしまう。これに対して、遠くの生や縁と同盟して、近くの藩、 朝を攻めれば、近くの土地を獲得できて、旗の領土として、組み入れるのが容易になる。この進言に感動した明女王は反省、を、最小とした。紀元前260年に、朝への進行軍を率いた白騎は、蝶兵の戦いで撃破した朝軍の捕虜40万、おこう、穴前にして殺すことした。しかし大戦果を上げたため、 藩書から妬まれ、長の塔を落とす直前で引き返させられた。翌紀元前二百五十九年、将軍を王骨に変えて、再び長を攻めた新軍は、長の平原君のもとに援軍として現れた、義の新良君、その春新君の活躍によって阻まれた。このため、大将に再任されようとした白期だったが、先の剣から不信を持って、王命を拒否した結果、死を賜った。 これと時を同じくして敵国の蝶で人質生活を送る始祖、アキラ女王の孫の一人を見つけた商人の両夫婦が始祖に投資をし始める。やがて、総女王として即位できた始祖は両夫婦の愛称でもあった蝶姫との間にこう設けた。それがせいである。紀元前255年に完全に州を滅ぼしてその領地を接収したものの、紀元前247年には、 義の心領軍が率いる五カ国連合軍に攻め込まれた、神では王骨と猛の迎撃軍が敗退し、観古籍まで撤退させられた。そこで、心領軍に関する流言飛語を実践すると、義の暗記王に疎まれた心領軍が、国政の中枢から外されたため、旗は危機を脱することができた。紀元前247年に生が13歳で、即位するも、 実質的な権力は、商人のみから、仙台王の最小となっていた、小国、両夫威が握っていた。紀元前241年、蝶、祖、義、藩、縁の5カ国連合軍が攻めてきたが、電撃退した。紀元前238年に、両夫威が失脚して生が実権を掌握した。やがて藩の孔子君主の子である、藩妃との接見で、 法を解かれた生は大いに感服した。しかし、その寒日を自害に追い込んだ立志が上昇に任じられると、国力増強に貢献し、紀元前230年に漢を、紀元前225年に義を滅ぼした。紀元前223年に真の将軍王仙が僧を滅亡させ、紀元前222年に蝶とメを滅ぼし、紀元前221年に生を滅ぼしした。 聖は自ら皇帝を名乗った皇帝を称する始まりなので、始皇帝という。この皇帝の称号は、中国の伝説上の聖王である三皇后帝から取ったものとも言われるが、四季思考本義によると、大臣、博士たちが、イにシに、天皇、天皇、日本の天皇とは別、思皇、大皇があり、そのうちで最も尊い大皇を名乗りましょう。と言ったが、思考は、 大公の体を去り、古、夏、陰の帝王が名乗っていた三を伏し、皇帝と名乗ろう。としたものとある。始皇帝は、土量衡、文字の統一、軍建制の実施など様々な改革を行った。また、郷土などの北方騎馬民族への備えとして、それまでそれぞれの国が独自に作っていた頂上を、整備四万里の頂上建設。 それに加えてアホーグルという増大な宮殿の建築も行った。万里の長城やアホーグルの建設には主に農民を使役させていた。なお、紛書工事などの思想政策も断行したが、ただでさえ過酷な労働と極度の放置主義に儒教弾圧まで加えたことで、全国の不満を高めてしまい、後の反乱の目を育てる原因となってしまう。強度に対しては、を派遣して、 北方に撃退した。さらに、南方にも遠征し、現在のベトナム北部まで領土を広げた。この時、南方には、南海軍、現在の関東省甲州市、京林軍、現在の高知湾族自治区京林市、増軍、現在のベトナム北部、全艦以降は、日南軍と呼んだの三つの軍が置かれた。これは、中国王朝による南方支配の始まりでもある。 新朝は全国を36軍に分けた、中央政府に支配する、領土を広げるごとに、新たな軍を次々に置いた。五霊の南、南越を支配した領土には、南海、京林を呼び、増州の三軍を、北に、強都を攻めて、陰山以南を切り取った地には旧元軍、現在のパオトウシ南勢を置いた。また、不老不死に関心を持ち始めた。 始皇帝は国外への探索を命じるほどで、配下の中には、除服のように船で日本まで出向いたとされる者も,もいる。しかし人体に有毒な水銀すら不老不死の薬と、信じて服用していた始皇帝は、逆に自身の寿命を縮めてしまう。巡航中での始皇帝の死去を、上昇利子と共謀して隠したのが、新編の世話をしていた観願長皇で、長子の不空始皇帝の公子十二人。 公女十人をはじめ、その進化、血縁者数万人を処刑し、暗愚な二世皇帝を区物として、権力を欲しいままにして、暴政を敷いた。始皇帝が死んだことでたがが緩み、翌年には、陳賞、五皇の乱が勃発、全国に飛び火して、騒乱状態となった。二世皇帝と長皇から、討伐軍の将軍に抜擢された将官は、軍事的能力を発揮し、 人将軍を撃破すると、さらにその後を受けた、公陵軍も撃破した。しかし、公陵の甥いの公羽との決戦に敗れ、捕虜となる。投降した、旗兵二十万も寛容に向かう途中で、造反の気配を見せたと誤解した公羽によって、穴埋めに遭い、殺されてしまった。その間、李氏を冤罪で殺害し権力を独占した、長公だったが、将官の大敗と、 さらには、劉邦が、関陽近くにまで迫っていることを聞き狼ばし、す。そこで二世皇帝に、暴政の汚名を着せた上で暗殺し、声を立てて、民意の安定を図るも、声らによって中殺された。その後、関与へ入場した劉邦に声が降伏したことで、旗は滅亡した。劉邦から生命を保証された。 声だったが、後から関与にやってきた幸運によって、一族諸とも殺害されてしまう。その上、アホーグルから美女や財宝を略奪されて、火をかけられた関与は廃墟となった。真の制度の多くは漢によって引き継がれ、共通する部分は多い。漢の知性が前後で約400年も続いた理由の一つは、人民の反発を受けることなく旗の制度を、 踏襲できたことが挙げられる。真の成立は単なるということに終わらず、皇帝号の創始、行政区分の確立、万里の長城の建築などの点で中国と呼ばれる存在を確立したという意味で非常に大きい。そのために、破以前のことを先進時代と呼ぶこともある。真の完成は、全館と同じく上昇、首相、大尉、軍事、女子大部、観察、 あるいは副首相の参考を頂点とする三弘広旧強制である。詳しくは全館を参照。地方制度では、昭和の改革時に全国を31、あるいは41の県に細分し、それぞれに、例、長官と進む副長官を置いた。統一後に、李氏の権限により、この制度をさらに発展させたのが、軍権制である。県の上に、 上級の行政単位である軍を置き、大主、長官、進む、副長官、安氏、軍事担当、官、監察官をそれぞれ置いた。県の長官、副長官は変わらず例と、進むである、区別して、県例、県進むと来れることもある。統一すぐには旧制に習った、封建制の採用も考えられたことがあったが、理事の反対により、軍建制が採用され、 全国に36の軍が置かれたという。この軍権勢も基本的には漢によって引き継がれ、これ以降の中国の地方制度でも基本となっている。旗といえば、昭王により作られた放火思想による厳しい律令国家であるというイメージだが、実際にどのように法律が運用されていたかは資料が乏しくわからないことも多い。漢の昇華はありゅう法に伴って、 関与に入場した際に、真の書庫から法律の書物を獲得し、後に、これを元として、律旧章と呼ばれる法律を作ったという。であるから、官書の法律は、旗の法律を基本としていると考えてよいだろう。この、律旧章は、党、族、宗、保、造、具、京、馬や、との旧律があったと、信女にはある。しかしこの記載が、官所にはないので、 この基地自体を疑う声もあるが、ともあれ真の法律に関する資料の一つである。そして、真の法律に関する一次資料として、水越地旗館と呼ばれるものがある。これは1975年に、湖北省雲房県で発掘された、旗の宝館であったと思われる木という人物の墓に、入れてあった、畜官軍で、旗の法律に関する事柄が記載されている。 始皇帝は後に土量衡の統一、それまで諸国で使われていた諸種の貨幣を廃止して、真で使われていた半両船への統一、車の幅の統一などを行った。ただし、近年の研究や出土資料によれば、一般に言われる始皇帝によるとされる土量衡の統一や過酷な法律については、最高の余地があるようである。ことに始皇帝によって発行された。 統一通貨、半量船は、旗が本来統治していた、地域以外では、あまり出土しておらず、式の記述によれば、始皇帝は、通貨の鋳造、海中は行ってはおらず、それが行われたのは、二世皇帝の即位直後である。統一前の旗に関する資料として、石膏分、呪い祖踏み、祖祖分と呼ばれるものがある。石膏分は、 鼓の形をしたいに文字が刻まれたものであり、現在は北京の呼吸博物院に保存されている。発見されたのは先生賞報奨券と言われており、成立時期は僕校以前の時代と考えられている。その内容は宮中での生活や史料の様子などを陰文にして書かれている。呪い素文は旗の強敵であった素イを図書する内容であり、 こちらは現在は失われているが、内容は写されて、現在に伝わっている。この二つに使われている書体は旗が独自に作ったものであり、この書体を石膏文と呼んでいる。始皇帝は、統一時に書体も改めて新しい伝書という書体を流通させた。思想的には、放課が当然強いが、どうかも強かったようである。この両者は、 思想的につながる部分があると指摘されており、式で芝千が老子と反非公、老子間比列伝と一つにしてあることこの考えからで、あろう。後に法家とどうかを混交したような功労の道と呼ばれる思想が、前漢初期の思想の主流となっている。世界遺産に登録されている始皇帝陵は、始皇帝が十三歳の時から建築が開始されたもので、 20世紀後半になって発掘され、今まで不明瞭だった旗の時代の文化が伺えるようになっている。ここまでは蝶の祖先神話である。旗は文家であり、本家である蝶主の配下として記遇していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。